今回はギンガムチェックのテクスチャ作りをご紹介します。画像アプリがなくてもワードと Windows に標準装備のペイントとスヌーピングツールで作成できます。スヌーピングツールはスニッピングツールとも言ったりします。ペイントとスヌーピングツールは Windows アクセサリーの中に格納されています。ではワードを起動しましょう。挿入をクリックしましょう。図形、線、シフトキーを押しながら短く横にドラッグしましょう。図形の幅5にしましょう。図形の枠線をクリックしましょう。太さ、その他の線、7ポイントにしましょう。色、その他の色、標準タブをクリックしましょう。左下の焦げ茶色をクリックしましょう。 OK。 透明度 50% にしましょう。ホームタブをクリックしましょう。コピー、貼り付けです。図形の書式、回転、右へ90度回転させましょう。表示倍率を 300% ぐらいにしましょう。L 字に重ねましょう。スタートをクリックしましょう。一番上をクリックしましょう。W をクリックしましょう。Windows アクセサリーを展開させましょう。スヌーピングツールをクリックしましょう。新規作成です。ギンガムチェックの模様となる部分をドラッグで切り取りましょう。この時のポイントは周りの白色が入らないように内側を選択することです。失敗したら何回でもやり直しましょう。ファイル、名前をつけて保存、ギンガムチェック茶として保存しましょう。で、ファイルの種類は JPEG です。保存をクリックしましょう。スヌーピングツールは閉じておきましょう。このままだと大きいので、ペイントでサイズを小さくします。スタートをクリックしましょう。一番上をクリックしましょう。W をクリックしましょう。Windows アクセサリーを展開させましょう。ペイントをクリックしましょう。ファイルをクリックしましょう。開くをクリックしましょう。ギンガムチェック、こちらをダブルクリックで挿入しましょう。サイズ変更をクリックしましょう。こちら 40% にします。OK。上書き保存しましょう。ペイントは閉じておきましょう。では確認です。前回のギフト袋のマチに今作成したギンガムチェックを載せてみましょう。マチを選択します。図形の書式、塗りつぶし、図またはテクスチャ、挿入する、ファイルからピクチャをクリックしましょう。ギンガムチェック、図をテクスチャとして並べる、ちょうどいいサイズだと思います。今回はギンガムチェックのテクスチャ作りをご紹介しました。簡単ですので、いろいろな色やサイズのギンガムチェックをお作りください。次回は教室でよく質問が出る Excel のシートを2つ並べて効率よく作業する方法をご紹介します。よろしかったらそちらもご覧ください。